はい、UJ でございます。 JP8000 ね、すごいですね、これね。見ての通りですね、このローランドの JP8000、 こうつまみがいっぱいついて、まさにね、バーチャルアナログシンセサイザー、当時のね、やっぱりいいこう感じのこのね、ローランドのいい音がもう満載という感じのね、音ですけども、じゃあいくつかの音色をちょっと見てみましょう。まずね、これも私弾いてて面白いなと思ったのは、パッチの1番の音がね、ベースなのよ。まあぶっとい音ですね。でまあなんかいろんな変わった音がいっぱい入ってますね、こういう。いろんなとこ入ってます。で、仕組み的に言うと、オシレーターが2つあって、フィルターがあって、アンプリファイアがあって、まあ音がこういうふうに流れていくっていう感じでございますかね。オシレーター1個だけで見てみると、で、ここにこう、エフェクトもありますね。コーラスと、ディレイとね。で、ここでオシレーター今見てます。で、これね、実は JP8000 特徴的だったのはスーパーソー。ね、ローランドのシンセはね、このスーパーソーが入ったのが初めてじゃなかったかな、 JP8000 が。普通のノコギリだとこうなのよ、ね、これがスーパーソーになると、これ選ぶだけでも多層のね、いっぱいノコギリが詰まったようなもう分厚い音になるというね。で、ここでフィルターですね、レゾナンス上げて、もうこのフィルターが強力。で、エンベロープで音を作りますね。で、ここで、アンプの、エンベロープで。こうやってどつくらしいというね、まあやっぱりつまみとね、スライダーがしっかりこうあるんで、非常に音作りがしやすいんじゃないかなと思いますね。やっぱローランドらしいね、抜けのいい、いい音が出ますね。このね、リボンコントローラーがあるのも渋いところですね。ね。まあ、リアルタイムパフォーマンスとしてはもうバリバリじゃないですか。で、さらにパフォーマンスというのがあってね、パフォーマンスというのはこのパッチという、まあ、最小単位の音色を組み合わせて音を作るんだけど、一番最初にやったこれなんかはこうベースがこうねなって、で、よし、重厚なシンセブラスがこう上の方にあるみたいな、これはこういう組み合わせですね。とかこの上と下で変わってますね。あとぶっといリードとか、ね、いいね、もう。このね、パフォーマンスは本当に気持ちいい。もうやっぱ抜けのいい音ってのがいいですね。
とエフェクターが効いてるね。コーラスとディレイがね、ほんと気持ちよくかかりますね。JP8000 もう本当にね、弾いてて気持ちいい。JP8000 でした。